ジョン・クレイボーオン・メーベリー・ジュニアは、アメリカ合衆国、ミズーリ州カンザスシティ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は、MLB デトロイト・タイガース参加に所属している。同名の父・ジョン・メーベリーは1970年代に、カンザスシティロイヤルズの小一流種として活躍した元メジャーリーガー。子供の頃から、父が専属コーチで、 憧れていた選手は、ケン・グリフィー・ジュニアとフランク・トーマスだった。全米でも、有数のスポーツ強豪校である、ミズーリ州カンザスシティのロックハースト高校では、野球以外に、バスケットボールでも活躍。USA トゥデイ選定のオールアメリカンにも選ばれ、2002年の MLB ドラフトで、シアトル・マリナーズから一巡目指名されるが、契約せずに、スタンフォード大学へ進学した。 スタンフォード大学では同学年にジェド・ラウリーがいた。2005年に MLB ドラフトでテキサス・レンジャーズから一巡目指名され入団。大学3年間の通算成績は打率312.28本塁が148打点。成績ではボストン・レッドソックスから一巡目補完で指名されたラウリーの方が上であったが素材面が評価されたメーベリーが ドラフト指名順位では上になった。プロ1年目の2005年は A-9 スポケン・インディアンス。翌2006年は A 級クリントン・ナンバー・キングスでプレー2007年は A 級ベイカーズ・フィールド・ブレイズと AA 級フリスコラフライダーズで打率。235ながら30本塁打を放ち、オフにはベースボールアメリカ史の有望株ランキングで球団内5位にランクインした。 2008年11月20日、グレッグ・ゴルソンとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。2009年5月23日のニューヨーク・ヤンキース戦でメジャーデビューすると、いきなりアンディ・ペティットからメジャー初本塁打となる3ランを放った。この年は最終的に39試合の出場で打率、211、4本塁打という成績だった。 2010年3月28日に、AAA 級リーハイバレーアイアンピックスへ配属され、開幕を迎えた。8月3日に、ライアンハワードが、故障者リスト入りしたため、メジャーへ昇格。昇格後は、代打として2試合に出場したが、2打数無安打に終わり、8月8日に、AAA 級リーハイバレーへ降格。9月7日に最初を格した。 この年は11試合に出場し、打率3 3 3二本塁が6打点だった。2011年は開幕ロースター入りを果たし、開幕後は45試合に出場したが、打率は231と結果を残せず、6月3日にトリプル A 級リーハイバレーへ降格、7月5日に最小格した。この年は104試合に出場し、打率。 273.15本類が49打減8盗塁だった。2012年は開幕から左翼手であるフアンピエールのバックアップとして主に起用されていたが7月31日に正中堅守のシェーン・ビクトリーノがロサンゼルスドジャースへ移籍したため8月から中堅守の定位置を獲得。この年は149試合に出場し打率。ダリズ 245.14本塁が46打点1盗塁だった。2013年は中堅種のベンリビアと右翼種のデルモン・ヤングが加入。有望株のドモニク・ブラウンが左翼種として起用されたため、主にバックアップとしての起用に戻った。この年は134試合に出場し、打率227.11本塁が39打点5盗塁だった。 2014年1月17日にフィリーズと158万7千ドルの1年契約に合意。開幕後は定位置を獲得することができないまま7月22日に左手首の故障で15日間の故障者リスト入りした。フィリーズでは63試合に出場し、打率213.6本塁が21打点だった。2014年8月31日に グスタボ・ピエールとのトレードで、トロント・ブルージェイズへ移籍。移籍後の9月2日に故障者リストから外れたが、わずか15試合の出場で打率。208に終わった。シーズン系では4年ぶりに出場試合数が100未満となり、本塁打も4年ぶりに2桁未到達に終わるなど、不本意なシーズンだった。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。 2014年12月15日にニューヨークメッツと145万ドル出来高の1年契約を結んだ。2015年7月24日にディーフとなった。7月30日に自由契約となった。8月7日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級シャーロットナイツに所属するが13試合の出場で打率162を喫し、 26日に自由契約となる。2016年1月11日、デトロイトタイガースとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。身長6フィート6インチという恵まれた体格を持ち、パワー、創力、強権を兼ね備えた抜群の身体能力を持つ。しかし、打撃は三振が多く確実性に欠ける。 そのため、メジャー昇格当初は、層の厚いフィリーズ外野陣に定着することができず、トリプル A 級との往復が続いていた。大学時代までは一塁種であったが、プロ入り後は外野種に転向。特に右翼種としての出場が多い。ありがとうございます。